はい、今回はサルビアコクネシアの育て方をお話ししていきたいと思います。サルビアっていうのはハーブでセージっていうぐらいで、非常に種類がいっぱいあるんですね。でその中でも主に園芸店で出回っているコクネシアの育て方をお話ししていきたいと思います。はい、園芸店で出回っている場合はだいたいこんぐらい、これが10.5 センチのポットに丈がこのぐらい、そんなに大きくない形で出回っているんですが、これ上に花壇に植えるとですね、非常に大きくなります。これの倍ぐらいにはなるので、大きくなることを見越して寄せ植えとか花壇に植えてください。はい、花はね、秋遅くまでずっと咲いてるんです。で、ここの花がこう伸びてますね。花芽が伸びて上まで咲いてしまうと、ここに種をつけ始めるので、その場合にはこの花茎の元のところですね、ここでパチッと切っていただくと、この脇の花芽がまた伸びてきて花が咲きます。手入れはね、そのぐらいです。はい、あとは肥料をやって水たっぷりやってればガンガン育ちます。はい、非常に育てやすい植物なんですね。はい、置き場所は日当たりがいいですが、半日陰でもまあ育つと思います。はい、肥料は非常に年中咲いている植物なので、非常に食いますから、たっぷりと与えてください。はい、でね、虫なんですね。アブラムシ等々はそんなにつかないんですが、やもすればコナジラミ、温室コナジラミがつく場合がありますから、適用の薬剤を散布してください。はい、越冬はね、東北ではできないはずです。関東の方ではどうなのかな、できるかもしれないですけれども、まあ、主に一年草として扱う植物です。はい、このコクネシアね、赤とか、あとちょっと白っぽい色の入るピンクとかね、がいろいろありますから、背丈の高くなる、植物。はい、ぜひですね、花壇とか寄せ植えの芯に使ってください。ということで、今回はサルビアコクネシアの育て方をお話ししました。